はいがとうごこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、Visa LINE Pay クレジットカード先行案内開始、気になる還元率や年会費などはということで、今回はあの噂されてた LINE が提供するクレジットカード、Visa LINE Pay クレジットカードについてお伝えしていこうと思います。 ということで早速こちらですね。数量限定、ビザカード先行案内開始、ビザ東京2020オリンピック限定、ビザ l i n e p a カード3%還元、国内も海外利用も対象ということですね。l i n e イビザではなくて、正しくは、ビザ l i n e イカードというみたいですね。ま、ここからは詳細についてお伝えします。気になる年会費なんですけども、初年度の年会費は無料、そして2年目以降は1回以上のカードショッピング利用で無料ということなので、ま、そんなにハードルは高くないですね。 ちなみに年間1回以上の利用がなかったら1250円の年会費がかかります。 次に還元率なんですけども、これは以前の情報にもありました3%の還元となっています。ちなみにもらえるのは LINE ポイントではなく LINEPay ボーナスということになります。それに加えてマイカラのプログラムも反映されるので、以前の LINEPay で決済してたことにちょっと近いかもしれないですね。ちなみに LINEPay ボーナスはコンビニや他にもオンラインなど LINEPay で決済できるところであれば使えます。還元率に関してなんですけども、公式ページには1年間は3%還元なんですが、2年目以降は 還元率は別途お知らせとということでした、まあ、2年目以降に関しては個人的に気になっていたんですけども、まあ、ここで明確にしてないのはちょっともやっとしますね次にビザのタッチ決済に対応ということでこれはここ最近のクレジットカードには結構多いと思いますがタッチ決済もしくはコンタクトレス決済とも呼びますが今回のビザ LINEPay カードもそれに対応するということですねなのでサイン不要でサクッと支払いができるということになります そして一応ですね、今日の l i n e イの公式アカウントのつぶやきにもありまして、この LINEPay ボーナスについては、LINEPay カードやクイックペ p a y プラスでの支払いもご利用したいという要望が多かったみたいなので、それも利用に向けて準備を進めているみたいになっています。 次にカードの申し込みについてなんですけども、まず2019年の8月ですね。まあ、先行案内、これが今動画でお伝えした内容のところですね。そして2019年の10月、申し込み案内なので、まあ、ここでやっと申し込みができるというわけですね。まあ、そして 審査などののの基準をクリアしてやっとと年の1月にカード発送ということでしたいや、見事に遅いですよね。まあ、まさかのカード発送が来年の1月という。まあ、新会社が、あの、審査でちょっとのんびりなオリコなので仕方ないなというふうに思ってしまいます。まあ、それだけしっかり審査をしてくれてるんだと思いますが、期間までちょっと待ってみたいなというふうにも思います。そして、ここからはちょっと謎のビザラインペイカードについての申し込み案内についてのページにリンクがあったので、辿って 見みました。 そしたら、まずこの左側ですね、Visa LINE Pay カードの画面が出てきまして、次右側の部分なんですけども、注意事項を読んだら、下にチェックを2つ入れるところがあったので、チェックを入れたら下のカード申し込み案内を申し込むというものがあるので、それをタップします。カード申し込み案内を申し込むってなんだか変な感じですよね。そしたら、LINE Pay の公式アカウントからこのような通知が届きます。先ほどもお伝えしました10月下旬以降に、LINE Pay の公式アカウントよりカード申し込みのご案内をさせていただきますとのことでした。なので、 まあこの作業を行っておくと VisaLINEPay クレジットカードについての情報をもらえるということですねなのでここはあのブロックしないようにお気をつけくださいそんなことで今回はビザライ l i n e p a y カードについてお伝えしました多分僕は審査が通るか謎なところではあるんですけどもまあ、10月に一応申し込んでみたいなというふうには思っていますまあ、期間が遅いであったりとか LINE ポイントではなくて LINEPay ボーナスだったりとまあこれに関してはそれぞれ賛否両論あると思いますがぜひですね今回の VisaLINEPay カードを作るか作らないかなどのご意見などが あれば下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました